朝です。で、として行われた11日のソフトバンク楽天の試合前、本誌評論家、松田信弘氏と森福正彦氏の3級対決が行われた。本塁打を打てば球場全体で、圧を、を叫ぶことになっていたが、初級は空振り。2球目は真後ろに飛ぶファウル。3球目は高く打ち上げた保守候補へのファウルに終わった。 約束を果たすことはできなかったが、松田氏は、ホークスの勝利を願ってと球場一体で、厚王のパフォーマンスを披露していた。